皆さん、ゴールデンウィークはどうでしたか？まあ僕はゴールデンウィークは特に遠くに出かけたりっていうことはなかったんですけど、ポケモンのポタクと、ポタクたちと交流することができして、まあそこそこ充実したゴールデンウィークを送れました。まあ今日から普通に学校とか始まってる方も多いと思うんですけど、僕は家でゲームをやっておこうと思います。すごい嫌味を言っちゃったな。で、今日は、なんかその、僕の偽物がいるんですけど、なんか勝手に仲間大会開いてるんですよ。第2回バローラーカップとか言って。なんでその偽物が開いてる。しかも第2回ですよ。僕第2回やってないのに、僕の大会の名前使って第2回とかつけて、いかにもなんか本物が開催したみたいなテイストでやってるんですけど、しれっと参加して、しれっと優勝していこうかなと思います。で、僕、普通に勝つために来たんで、かなり強いポケモンパーティーに入れまくってたんですけど、一戦目なんか、おもちゃ使ってる人と当たっちゃったんだけど。なにこれ？ちょっと待って。なにこれ？待ってこれ。これなにこれ？なにこれ？なにこれ？わからん。なにこれ？ちょっと待って。まあ、いや、対戦よろしくお願いします。これに負けたらやばくない？何もわからなすぎて、何これ以外の言葉が出てこなかったんですけど、ちょっとスプライトを飲みつつ、キリ刻む。キリ刻んか。ミミッキュ。まあ、これね、出し負けなんだよな、どっちかっていうと。で、ミミッキュの化けの皮大事にしたいんで、これ、タスキとかの可能性あんのかな。ルカリオ引き。ミミッキュの化けの皮はまだ大事にします。なんで、ルカリオに下げて。まさか相手もこれミミッキュが、なんか逃げてくるとは思わないだろうな。アイアンヘッド、オッケーオッケーオッケー。ヘッド。ただ、これ、キリキザンが、タスキとかって、ケタグリとかメタバ持ってる可能性あるんですけど、ここは真空波を押していく。落とせんのかな、これ。ちょっとキリギザン僕一時期使ってたことあるんですけど、自分が想像してたより使いにくくて、あ、これはもうちょっと先に言っておきますけど、僕の使い方が悪かったせいにしていいんですけど、解雇したんだけど、どういう型で使ってんのかな。あ、やっぱタスキですね。まあこれは別にいいや。これは別によくって、メタはあ、やばいやばい、先に一匹持ってかれちゃったんだけど。んで、キリギザンの素早さ出属値が70なんですよね。で、最速だった場合ガッサに不意打ち決められるんで、ここミミッキュ安全に行くんだったらミミッキュ出して影打ち。はい、オッケーオッケー、通る。で、裏から相手が何出してくるかだな。ピカチュウいやー、かわいそうだな今からピカチュウいじめるのか。ピカチュウシャドクロ影で落ちるんで、じゃれつく打つ必要ないです。シャドクロ、そもそもシャドクロで死にましたね。ゴルダック勝っただろこれ、絶対絶対勝っただろこれ。じゃあな、安らかに眠れ。一人目のバロキッズを倒していく。残り9人。はい、対戦 MT さん、対戦よろしくお願いします。二人目ですね。なんでこれで一回目負けちゃったんだ。いやー、ちょっとわからん。いやー、なんか樹海以外はなんか普通に強そうなんだけど、誰に負けたんだこいつは一体。さっきの一戦前に戦った人に比べたら全然強そうなんだけど、ちょっと待って、どうしようかなー。相手のカバルドンが意外にきついな。ちょっと待ってね。ガッサ月光ガって並べてたらカバルドン出てこない説。いや、わからん。僕、初手月光ガ投げたいんですけど、スカーフだからカバルドンから入られるとうざいんだよな。いや、月光ガでいいや。初手月光ガ、裏。じゃあね、時間ない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 。月光。月光。ちょっと待ってよ。月光。カバー、リザ、対戦よろしくお願いします。いやー、ちょっとあんまりね、五月病っていう言葉に踊らされてる民だから、なんかいまいちちょっとね、気分が上がらないというか、クレセリア、てか初手クレセリアなんだ、すごい。でもこれまあ
僕の月光がじゃあ相手のクレセリア倒せないんですけど、まあ、とりあえずトンボ返り、まあ、これスカイフバレーほぼ確実にするけど、まあ、クレセを削れると考えれば、まあ、トンボ返りから入るのも、まあ、悪くないかなと。そしてクレセリアなんとゴツゴツメットじゃないことが判明していく。まあ、ここはリザ投げてもなんか割と微妙なんで、大文字でギリ多分落とせないから晴れ文字で、まあ、一旦カバかませます。で砂起こし起こしとけば月の光の回復量も減るし、ムーン4、まあ、クレセはおそらく、まあ、カバにやること毒とかしかないと思うんで、あーでもこれあれか、あー身代わりね、なるほどなるほどなるほど。うん、ステルストロックを巻く際に一番出てきたらうざいのは樹海んだけど、まあでもここはそれでもステルストロックでいい。毒毒身代わりないのかなこれ。なんか食べ残しクレセリアって見ると僕は割と身代わりを警戒しがちなんですけど、ステルストロック、あの禁止点出たらルカリオリザードンだとクレセに勝てない可能性があるんですよね、あの月ピカレンダでって考えるとルカリオ出した方が良かった説はある。リフ、はぁ、残飯、毒、リフ、ムーン4。すごい技構成してるな。まあ、ドリマー、あくび打って、裏のポケモン見ていきますか。いや、この技構成でもう一個月の光はないな。月の光、ムーン4、毒毒、リフレクターとかいうクレセリアいんのか。クレセ引っ込めて、さすがに引っ込めてくる。ヒーロー、誰？これはヒーロー。ちょっとスプライト飲みますね。あくび。でおそらくトンボ返りだと思うんだけど、まあ、ここはまだあくび連打でいいや。トンボ、ランドロスがスカーフの可能性があるんですよね。相手のランドがスカーフじゃなかったら割とリザで詰めていけるんですけど、スカーフの可能性があるんで、とりあえずあくびを打っていく。砂嵐が収まっていく。食べ残しでクレセリアの HP が回復していく。毒ダネがカバルドに入っていく。現状説明をしていくだけのライバロリー。ここ考えますか。月の光打たれるとうざいし、多分月の光かランドバックのどっちかなんで、一旦月光河に下げますか。クレセ引っ込めるヒーロー、ただこれなんスカウバにしてるから、レイビ読みで交代される可能性があると。あと多分相手のクレセリアが月光河のレイビで落とせるか割と怪しいけど、相手が何も考えずにランドロスでトンボ返り打ってくる可能性もある。レイビ打ってでクレセ出てきたらそこからカバルドン投げでいけると思うんだけど、どうだろう。おっしゃ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 、多分おそらくスカーフであっただろう。ランドロスを処理していく。オッケーオッケーオッケー。クレセリア、いや、かここクレセを出さざるを得ないってことは、おそらくラストランドロスか樹海なんですよね。だから一旦カバ投げて、まあ、丁寧に立ち回れば絶対勝てるはず。とりあえずここは月光河を大切にする方が多分一番いいから、まあ、一旦カバ、これで砂を起こすことで月の光もまあなんとか、あれ持ってんのかよ。ムーンフォ、月の光、リフレクター、毒毒か。ほーん、いやーって考えると、これクレセに詰まされる可能性あんのか。月の光の PP をどうにかしなくしたい。いやでもこれ毒がうまいこといけるかな。あくび、いや待ってよ、裏が誰だ。ここおそらくクレセ絶対に眠らせてこないんで下げてくるんですよね。相手の後ろのポケモンに毒ダメが入ることになるけど、いや、首でいっか。うん、めんどくせえから。何も、あー、なるほど。いや、ここ毒で落ちてほしいな。自主退場してくれたら偉い。うわー、
いや、この HP 残し地味にうざいな。え、地味にうざいわ、これ。ちょっと待って。だよね。ここクレセツッパでリザー合わせるんですけど、ここはクレセで出るからいいんだけど、次のターン起きる可能性があるんだよな。で、次のターン起きた時に、月の光されると、回復されていろいろめんどくさいっていう。で、ニトロチャージ2メリットも、おそらく相手のラス位置がリザードンである感じはこの感じだとないから、まあ、最初から文字で焼きに行きます。あ、ここで引くの？チーター。あー、え、いやー、マジか、ここ、マンダ投げんのか。うわー、いや、ニトロチャージから打つべきだったか。いや、結構甘えたか、これ。甘えたか、モンジー。バチコリ入っていく。一番いらないのはカバルドンなんで、竜舞されたらやばい。マジで、ここちょっとやめて、ここ。頼む、ここ竜舞は、マジで負け筋だから、本当にやめてほしい。あー、オッケー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 。流星か。流星だったら普通に突っ込んでよかったな。いざ絶対流星群耐えるもんだ。はいはいはい。ただ、これ流星群マンダが打ってきたのはいいけど、両刀の可能性があるんで、なんか普通にスミタックルとかまだ隠し持ってる可能性があるから、ここは月光が出して、まあ一番丸いのはトンボ帰りかな。いや、でもリフレクあるからトンボでこれあれか。リザじゃねえ。相手のマンダ処理できない可能性あんのか。あ、だな。リフレク結構怪しいんで。ここは冷凍ビームだな。リフレクじゃねえ。トンボで相手のマンダ落とせるか結構怪しいんで。すごい、これギリギリの勝負してるんだけど、クレセリア。いや、残飯がうぜえんだよな。残飯と月の光がなんか割といい味出しててめんどくせえ。 AB とりあえず相手多分次月の光してくるから、砂があるうちに一回月の光消費させておきますか。おーしょ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 、危ねえ。いや、これはさすがに行ったくないか。次冷凍ビームで落とせるでしょ、さすがに。ちょ、落とせるよな、月光が。もうめんどくせえから、めんどくせえからもう落としてくれ。この長期戦もクソうんこだりーから。ちれー、よーし、大変ありがとうございました。2人目のバローキッズ撃破。お、やっとレートが高い人と当たった。やっとレートが、あ、オッケーオッケーオッケー。こういうのを僕は待ち望んでたわけなんですよ。はい、ということで、イッチーさん対戦よろしくお願いいたします。あー、初手は月光がでいいんじゃないかな。あと個人的に怖いのはバシャーモか。なんかパーティー的に結構バシャーモが重いんで、なんかルカリオの悪巧み絡めてうまく処理したいんですけど、まあ、それを阻止してくるカプテテフがいるから、まあ、そこもちょっと怖いところではある。まあ、いろいろかん、いやー、一番いいのはこれなんだよね、個人的には。ただこれスカーフカプテテフがあったら若干、てかまあ月光がで処理できなかった時がテリフをね、結構だるいっていう。まあ、あとバシャーもこれ若干舐めてるからで、割と多分バシャー出されると思うんですけど、まあ、その時にうまく処理することができるかどうかみたいな問題はある。ただライボルト多分来るからこれでいいか。月光が見せてたらライボルト出すだろう。対戦よろしくお願いします。まあ、予想は月光がに強いライボルトプラス威嚇を絡めてガッサに対して役割が持ちやすいナットで出すと。いや、でもその感じだとルカリオがだるいからラストやっぱ海流かカプテデフとかになるのかな。まあ、いっか。月光が、月光が、月光対面。
ゲコゲコ対面トンボ帰り。いやー、トンボ打たせて、ちょっとタスキやめて、タスキマジでやだ、タスキマジでやだ、タスキマジでやだ、タスキやだ、タスキかよー。あー、ここ考えたいんだよなー。相手の月光が何してくるか分かんねえんだよなー。激流あれ、カバ投げざるを得ないか。波乗りが一番うざいんだよね。アクア、オッケーオッケーオッケー。でもアクアだったらルカリオが一番良かったな。まあ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 、まあ、でも水技打たれるよりは全然マシ。全然マシ。とりあえず砂で月光が処理して、こんだけ HP やればまだ、相手のポケモン、大体には役割が持てるはず。バシャはもう、え、何これ草セットとかあんの？ちょっと待って。え、この HP のカバルド、あれなんだけど、普通にバシャーモンじゃ倒せないんだけど、草 Z だった場合だよな、問題は。相手のパーティーで Z を持つとしたら、バシャーモンか、カイリュウかカブテデイフ。いや、そんなことはない。自信、普通に自信打とう。俺メガバシャでしょ？メガバシャはこっからカバルドン落とせる技ないよ。膝。耐える。ショッケイ。よし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 、これは勝った絶対。こっちまたポケモン3匹残してるし、相手がどのポケモンの組み合わせで来たとしても、まあ、負ける気はしないね。あの唯一負けがあるのがラム海竜なんで、あのラム海竜マジでやめてください。ラム海竜に2回竜愛されたら負ける可能性ある。おい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 。仲間大会って確か切断すると、あのサーバーが分かれて切断サーバーに行くっていう話を聞いたことがあるんですよね。一生監獄の中で踊り回ってる。いや、分からん。普通に事故の回線切れだったかもしれないですけど、僕もね、あの少し前に生放送で電池切れでね、あの回線を切るという事故を起こしてしまったことがあるので、あまり強くは言えないんですけど。